まだかよ、幼いくん。早くしないと誰か来ちゃうよ、幼いくん。大丈夫だ、オセ。僕は学年一の秀才、幼いオサムだぞ。そんな僕が女子トイレに隠しカメラを設置して女生徒の局部を撮影しようとしてるなんて誰が思うんだい。いや、どんな秀才だろうと現場を抑えられたらおしまいだよ、幼いくん。それはどうかな。どうかなじゃないよ、問答無用でアウトだよ。人が入ってきたらどうすんのね、どうすんの。オセは心配性だな。早くしろよ、早くしろよ、幼いくん。やっぱりあったか。なんだこれは、小太郎。盗撮カメラさ、おまっこに異常な執着見せてると思ったが、まさかここまでやるとはな。おそらくここから電波を飛ばして家でゆっくり楽しむつもりだな。このままで済むと思うなよ、幼い。目に物見せてやんぜ。映ったぞ、成功だ。やったね、幼い君。これでいいのが作れるね。ああ、ついにこの時が来たんだ。誰か入ってきたよ、幼い君。え？ざまあ見やがれ、バカ幼い。職員トイレにカメラつけてやったぜ。しかも校長室の隣のトイレだ。毎日校長の綺麗なバラを拝むがいいぜ。次の日、幼い君は学校を休みました。僕は魔界を見たよ。どうだ幼い、そのお前の記憶消してやってもいいんだぜ。うるさいわよ幼いくん。撃ってやれ、ビジョン。何か悪い夢を見ていた気がする。俺が助けてやったんだぜ。俺の悪魔グッションは記憶を食うことができるんだ。例としてお前は俺の頼みを聞け。いいな。ふざけるなよ。君が僕の計画を邪魔したことぐらい分かってるんだぞ。ごめん。静かにしなさい、幼いくん。どうだ、やるか。やるやるやるよ。